ピューティア第4祝章化、ピューティア第4祝章化、ピューティア第4祝章化、英語、ピューティアオード4は、古代ギリシャの叙情詩人、ピンガロスの作品である。ピューティア競技祭における勝利を祝う祝章化である。第4祝章化は、紀元前462年の戦車競争における勝利を祝って、キューレネーの王、アルケシラオスに捧げられている。 この祝勝歌は、紀元前462年のピューティア大祭での戦車競争で勝利を得たアルケシラオス四世を称える歌である。アルケシラオスは、北アフリカリビュアの旧霊名詞の王で、伝説のバットスを祖とするバッティ大王朝の第八代目の王であった。第四祝勝歌は、アルゴナウタイの神話を歌っていることで著名である。紀元前462年の勝利については、 すでに、第5祝小歌で、チャリオットの魚社カロトスへの称賛も含めて、アルケシラオスを称える歌を、詩人は作っている。この歌は、最後の、第13スタンザに至って、話題が突然に変わり、旧連営人亡命者で、ピンダロスの知人でもあったダモピロスを弁護するとなる。ここから、第4祝小歌の作詞とは、ダモピロスを、アルケシラオスに取りなすことではないのか、という説もある。 しかし、ピンダロスの、この縮小化がダモピロスの処遇に関して、アルケシラス王に何かの影響を与えたかどうかが明らかになる前に、王は民主制を求める、旧連営市民の反乱にあって殺され、バッテダ王朝は断絶した。ピンダロスは、ボイオティアの首都テイバイ郊外の村キノスケパライで、紀元前518年に誕生した。彼は、テイバイの由緒ある貴族の家系である、 アイゲー大臣として生まれた。このアイゲー大臣は、ラーヨスや、オイリプースなどの著名な英雄をその祖であるとし、同じボイオーティアのオりコメの寿司を本拠地とする、ミニュアース人の園跡であるとされていた。リビュアのギリシア人植民地である、キューレーネーは、ミニュアース人が建てた都市とされ、実際、そこでは、ミニュアース人が大きな勢力を持ち、 アルケシラオス王もミニアース人の血統を追っていた。ピンダロスは旧礼ネーおよびアルケシラオスに対し彼自身の貴族の血筋や遠席によるものと考えられるが格別の近親感を持ち紀元前462年のピューティアでの勝利を称える歌として今一つピューティア第五縮小歌も作詞している。またこの第4小歌は伝しているピンロスの 縮小化の中でも最も長く十三トリアース、スタンザ、合計四十二ストロペー、エポドスで二百九十九行ある。このような長編詞はピンダロスの縮小化でも他に例がない。ピューティア第四縮小化はストロペー、アンティストロペー、そしてエポドスの三つの節がまとまって一単位となり、このような単位、スタンザ、またはトリアースと呼ぶが十三回繰り返さる。 全体は、内容からすれば、次のような構成になっている。この構成区分の中で、ストロペイ四、アンティストロペイ三、エポドス12等と記しているのは、それぞれ、第4トリアースのストロペイ、第3トリアースのアンティストロペイ、第12トリアースのエポドスの意味である。正確には、トリアース4ストロペイ四であるが、略して、ストロペイ四と表記している。トリアス、トリアスは、 三つ組の意味で、ピンダロスの縮小下でのスタンザの単位説である。第四ピューティア縮小下は、第十三トリアースが最後のスタンザである。死は、構成的に大きく六個の部分に分けることができる。ピンダロスの縮小下においては、しばしば死の流れを中断させるような不自然な切り替えが現れ、そこでは、私という一人称で、ピンダロスと考えられる人物の言葉、意見、 試策や問いかけ語りかけが入る。第四課では、この、中断、主題の切り替わりは、トリアース十三になって、突然出てくるダモピロスを褒め、王に取りなしを行うような修行が該当する。最初にムーサ女神への呼びかけがある。アルケシラースの傍らに、彼の前に、ムーサが来たりますように。そして、アルケシラースの偉大な祖先バットスが、デルポイの神託に従って、 テーラ島後に、リビュアの旧ネ営を訪れ都市を築いたことが歌われる。中、バットスは、ドモリという意味で、あだ名である。また、リビュアの言語で、王を意味するともされる。本名は、アリストテレースアリストテレス、あるいはアリスタイオスアレスタイスである。メーディアがテーラ島にあって、かつて述べた予言が提示される。メーディア自身の一認証で、予言が述べられる。 すなわち、アイエーテイスの奇匠激しい娘、コルキスの女王、メーデーアは述べる。メーデーアの言葉を、アルゴーボーの英雄たちは、そのように厳粛に聞いた。バットスに、デルポイの巫女が予言を与え、彼は、自らのど持った言葉の代償に、何を授けてくれるのかを問うた。神はバットスに、リビュアの地の王位を授けた。かくして、キューレネーシュが反映し、 その子孫の八代目のアルテシラースは、王座にあって、ピュートの戦車競争の誉れを、アンピクティオネイス、ピューティア競技祭の執行役を通じて得た、無イに王を捧げよう、ミヌアース人が後悔を通じて得た、金曜モーガワと共に、その後悔の発端はそもいかなるものであったか、イオールコスの王座に座するペリアースは、 片足だけサンダルを履いた男に注意せよとの信託を受けていた。だが、その男は、マグネシアの衣装に、今日の川の上着をまとい、一度も切ったことのない紙で、広場に出現した。人々は威夫し、子はいかなるものか、神か英雄かと威ぶかしんだ。人々の話し声の中ペリアースが現れ、何時は何者なるか、と男に尋ねた。男は穏やかに、 我は、ケイローンの教えに従うもので、かつて、ペレアースが不正にも、我が両親により奪った王位の返還を求めて、各訪れた。それは、イニシエゼウスがアイオロスとその子に授けたものだ。我は、アイソーンの子で、育て親ケイローンは我を、イアーソーンと名付けた子のように臆することなく答えた。イアーソーンの帰還に、父、アイソーンは涙を流し、 また父の兄弟たちや彼のいとこたちも訪れ、彼はこれらの人と五日にわたって、主演を開いた。こうして六日目に、イアーソーオーンは、王宮に出かけ、ペリアースに穏やかに退治し、柔らかな言葉で順々取りを解き、武器を持って、争うのは愚かしい。今は、家畜や田畑はあなたに譲ろう。しかし、王城と玉座は私に返してほしいと述べた。ペリアースは同意し、 しかし、私は年老いている。夢の中でプリクサスの霊が現れ、アイエーテイスの国より自分を故郷に返してほしい、そして金曜盲側を持ち帰れ、と訴える。君は若く力に満ちている。この汝を成し遂げた赤月に、ゼウスにかけて地下を、君の望みに従うと。イアソーンは同意し、ペリアースが述べた後悔を実行するため、ギリシア中に伝令を送って参加者を募った。 こうして、次の英雄たちが参集した。イアーソーオンの要請に応じて、クロノスの子、ゼウスの三人の息子、すなわち、ヘイラクレース、アルクメーネーの子、カストルとポリュデウケースの双子、レーダーの子がまず長母に答えた。そして、エンヌシダース、ポセイドオンの子孫二人、ポセイドオンの息子であるエウパーモス、エウペイモスと孫であるペリクルメノスが加わった。 さらにアポローンの息子であり、誉れ高い盾ごとの名手たるオルペウス、そして黄金の杖持つヘルメイスの息子であるエキオーンと、エルトスの双子の兄弟、北風、ボレアースの二人の息子で、背に、黄色の翼持つゼーテースと、カライスの兄弟などが参集した。また戦車モプソスなども加わった。英雄たちがイオールコスに集結したのを知り、イアーソーンは彼らを越し褒めた。 船の長として彼は共に立ち、ゼウスに航海の安全を祈願した。英雄たちの手で海が焦がれ、船は違法人には冷たき海、国海へと入った。彼らは打ち合う岩の間を無事進むことができるよう神に祈った。この二つの岩は船、アルゴー号が無事通過した後、もはや二度と動くことはなくなった。こうして彼らはパーシス側にいたり、 そこでガングロキコルキス人に出会い、ヘイリオス神の子アイエーテイス王にも見えた。この時、女神アプロディーテが王の娘メーデーアの心に浄化を灯し、王女は不王への意見を失って、英雄たちの味方となった。アイエーテイスが条件として出した難題に対し、彼女はイアーソーオンに援助を与えた。二人は結婚を訳した。燃える花園を吐く二頭の王子を、 王女からもらった油を全身に塗ったヤアーソーオーンは、糸もやすやすと押さえつけくびきにかけ、先に、アイエーテイスが示したのと同様に、広大な高地に深い畝を作って耕した。アイエーテイスはこの難行をして乗けた者には、喜んで金曜毛側を与えようと先に、宣言していたのである。太陽神の子アイエーテイスは、この次第を知り、輝く、毛皮のある場所を教えた。 だがそこの茂みには守護者として五十回戦さえも小さく思える竜がおり、金曜盲側はその竜の顎のところにあった。大いなる道を進むのは手間がかかる。短い道もまたある。さて、アルケシラース王よ、英雄たちは金曜盲側を獲得した、メディアはペリアースを殺した。オーケアノスの太陽を通り、赤い海を越え、そしてリビュアの砂漠を横断し、 鳥居島に少を過ぎて、男殺しのレムノース島にいたり、そこの女たちと情を交わした。こうして輝かしい一族の種がまかれたのだ。エウパーノスの一族が生まれ、やがて、ラケダイモーンへと広がり、かつて、最も美しき人の名、カリステーを持っていた、テーラ島に移り住ん。各テレー島のコアポローンは、あなた方に、リビュアの広大な部屋を授けた。そうして、 九霊霊の黄門の戸を滑る力を与えたのである。アルケシラース王よ、今こそオイディプースの知恵を知る時である。この世にあって何が真に価値あるものか。あなたは賢明な意志であり、町を沈め正しく舵取りし導くものである。神の恩寵はあなたにある。ホメーロスも語っている通り、予期者は何事にも重みを加える。王よ、この言葉を尊びた前。 私が使者として伝えるが、バットスの館はダモピロスの公正な心をよく知っている。彼は賢者であり、また身の分をわきまえている。その彼が、その土地や財産から遠ざけられて辛い境遇にある。ゼウスは、ティーターン神たちも解放された。ダモピロスは、災難を脱し、自らの館で友と再会することを願っている。盾ごとを手に、平安を楽しみたい。 彼は、アルケシラース王よ、定売で自分がもてなされた時のことをまた語るであろう。ピンダロスの縮小化は、七行程度を一つのまとまりある、節として、これを、ストロペー、アンティストロペー、そして、エポドスという様式の節として、この三つをまた一つの単位としている。この単位は、トリアース、三つ組と呼ばれる。オリンピア第一縮小化では、四つのトリアースで死が、 構成されている。また、この詩と同じ勝利を歌った、ピューティア第五勝利家も、同じく四つのトリアースから構成されている。ストロペー、ストローフィーは、回転、展開の意味で、ギリシア劇では、合唱部踏歌の右から左への展開で歌われる、歌唱を言う。アンティストロペー、アンティストラフィーは、対ストロペーの意味で、左から右への展開での歌唱にあたる。エポドス。 エッポドウスは、停止の意味で、停止の時の歌唱にあたる。ピンダロス縮小歌集、断片線の役者、内田次信は、ストロペを、合唱隊の、右旋回中の歌唱、アンティストロペを、左旋回中の歌唱、エポドスを、その後の停止しての歌唱を意味すると、後代の学者による解釈を説明している。この、ピューティア第四縮小歌の場合、 13トリアースすべてに、ついて、ストロペイ8行、アンティストロペイ8行、エポドス7行となっている。従って、全体として、299行ある。ピンダロスは、アイゲー大臣に属する古き貴族の家系にあり、アイゲー大臣は、アイゲウスを名祖とする一族である。このアイゲウスは、テイセウスの父で伝説のアテーナ用、アイゲウスとは否。 テイラ島の名祖となったテイラースの孫であるとされる。アイゲー大人はスパルタの有力な氏族であり、また定媒にあっても有力な氏族であった。ピンダロスのピュー,ーティア第四縮小歌で歌われている内容の背景には二つの伝承が存在している。ピンダロスの祖先であるアイゲー大人テイラースがスパルタよりミニアースビを率いて三隻の船で テーラ島に移住したという伝承が一つである。他方、アルゴナウイの一人エウパーモスが、キロレームの筋まで子孫を残し、この子孫が、ラケダイモーン、スパルタに移り、さらに、テーラ島に移住した、この移住に、テーラースが関係していることになる。こうして、バットスの代になって、リビュアに移住し、キュー,レーネー氏を創建したという、神話伝承がある。しかし、二つの伝承、 神話がどこかで混同があったとしても、一方で、アイゲー大臣人の貴族の一員であるピンダロスの祖先は、テイバイ、ラケダイモーン、スパルタ、そして、テイラ島に移住した。そしてさらに、アイゲーダ人たちは、キューレネーにも移住した。また他方で、キューレネーの王アルケシラオスの祖先は、ミニアース人で、レムノース島よりラケダイモーンを開催して、テイラ島に移り、 そこからキュー,レーネーを創建し移住したことになる。ピンダロスの一族であるアイゲー大人とアルケシラオースの一族のミニワース人は、それぞれにラケダイモーにより、テーラ島へ、そしてデビュアのキュー,レーネーへと移住していることにいる。ピンダロスがピューティア第四祝勝歌でアルゴナウタイの神話を歌う背景に、祝勝歌の依頼者であるアルケシラオ僧の祖先の偉業と、 ピンダロス自身の祖先の伝承が存在しているとい事実がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。